それでは鉛筆芯を刺す時の、圧点の、見つけ方ですね、これの道具とやり方の説明をしたいと思います。ずいぶん昔の本になるんですけど、赤羽幸兵衛先生の、非内芯法という本があります。この本の中に鉛筆のキャップのようなもので、押さえるのがちょうど良いというのが出てきます。鉛筆のキャップというのがどういうものかというと、これ小学生の私の娘が持っていたんですけど、鉛筆の先が芯が折れないようにするこのキャップですね。これでまあ痛いところをこうやって押さえると、この丸みとこの大きさが、このくらいがいいんじゃないかというふうな赤羽幸兵衛先生のお話です。それで、私がいろいろやったのが、金属はちょっと患者さんに受けがあまり良くないですね。やっぱりこう冷たさがありますので、実際にやってるのはこの竹のお箸の、半分に、まあ大体このくらいの長さあるんですけど、半分に切ったもので、頭の方が赤いうどん屋さんのお箸なんですけど、これで、こう押してます。これで押すのは手とかその関節部じゃなくて、大体これで押すのはお腹とか、腰とかですね、そういう少しこう広いエリアのところで鉛筆芯圧を探すときにこういうものでやっております。これによく似たものとしてはこれはバーベキューでホットドッグ焼くときに、ホットドッグをこうギュッとこう刺す棒なんですけどね、それの頭を少しサンドペーパーでこう丸く削って、これで押します。同じぐらいの強さで同じ時間押して、また次をこう押す。これも大体これと同じような感じで使っております。研修会なんかで皆さんに配るのはこちらの方ですね。これで、お安いです。1本が何円か、10円もしない、5円も3円か、そんなもんだと思います。細かい圧痛点を探すときですね、非常に細かいところを探すときには、分け串の先端を使ってやることもあります。こちらがノーマルの分け串ですね。で、こっちがその圧痛点を探すように少し先をこう短くしてるんですね。これじゃあちょっと先がとんがりすぎてる、このぐらいに丸くしてるとちょうどいいと。まあこちらこのホットドッグの棒の先も少し丸めるとこんな感じになるんですけど、このくらいのもので探します。これはよく探すのは、耳の後ろの虫垂炎の手術跡、側頭部と耳がこのくっついたところを、子どもの頃に手術したという人が何人もいらっしゃいました。そういうところの圧を探すときにこれで、探していることが多いですね。こういうものですね。それからおでことかですね、そういうところのぶつけた傷とか手術跡を、これでこうその傷のところをずっとこう探していくんですね。まあこういう指のところでも傷があればこれでこう押してみると。で、傷のところの痛みっていうのはまあ癒着したような痛みですけど、激痛がありますので、こういうもので軽く押さえるだけで分かります。指で押さえてもいいんですけど、指だと今度はこう面積が大きいので、少し分かりにくいかもしれません。こういうものがいいかもしれません。一番対応するものとしてはやはりこの親指ですね。親指をこの骨と骨の間の部分に、例えばこう押して、次はこう押して、その次はこう押すと、まあ、横からやると、この位置、この真ん中の位置、この横の位置、まあ結局こう押して次こう押して、まあ、どれか痛いとこないですかってこう探すんですけど、例えばこの位置で痛いとなった場合は、今度はこの位置を中心にして、そしてまたこっちとこれとこれを比べてみる。そして一番この真ん中が痛ければこれが本命だということになりますね。でもこっちに痛みがあるんだったら、また少しずらして、でこっちはどうですか、こっちはどうですかというふうに、見ます。それからかかとやなんかを見るときには、この人差し指でこう
ちょっとこう、例えばこれがかかとだったらこう横をこう押すような感じですね。そういう感じで人差し指を使うこともあります。人差し指ってやっぱ力が弱いですから、やはり親指でこう探すことが多いですね。私の場合はちょっとこう立てて、そしてこう転がしてみると、この幅、ここからここまでが使えますので、非常に効率よく発通点を探すことができます。そして見つけた点には、油性のマジックですね。油性のマジックで、印をつけます。例えばここだったらここですね、ここだなというところが見つかったと、この上にこの印をしないでくださいね。そうしないとここにまた針を刺すことになりますから、こちら側かこちら側か、まあどっちかに寄せて、もしくはこうやってこの真ん中だというふうに印をつけてもいいかもしれません。でアルコールで消毒するときにはどちらか片方を拭い取るような感じでやれば、片方を残していればこれのこっち側だったなって言って針をすると間違いないです。結構これはやってても忘れますし、印をつけてないとよほど患者さんにじっとしてってもらって目を離さないようにしないと、この場所がですね、あれどこだったかなっていうふうに分からなくなります。くれぐれも印をおつけになることをお勧めいたします。